はいどうも、たいせいです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日の動画はこちら。先日インスタグラムでも投稿したんですけど、タックインについてお話しできればなと思っております。では行ってみましょう。はい、ということで今回タックインについてお話しするんですけど、そもそもタックインとは何かっていうところからお話しすると、こういうトップスですね、トップスの丈をパンツにインしたことをタックインスタイルとまず言うんですけども、結構タックインスタイルってなんかおじさんのイメージとか、なんかこうダサいなーって、ダサいのかもっていうイメージが強いかなと思いますし、なんかおしゃれな人がやってるイメージで難易度が高いのかなっていうイメージなんですけども、全然そんなことはなくて、ポイントさえ押さえていれば全く誰でもできるような着こなしだと思いますし、すごいこの夏チャレンジしていただきたいですし、コーデの幅を広げるっていった点ではかなり使えるポイントかなとは思います。個人的にも最初は見慣れないのでタックインスタイルがすごい恥ずかしかったですし、なんだろう、ネガティブなイメージがすごい強かったんですけども、しかしでもこのタックインスタイルを取り入れないとメンズってかなりコーディネートの幅が狭いなって個人的には思います。レディースは例えばスカートだったりワンピースだったり髪型のアレンジが効くので、すごいコーディネートの幅を広げることはできるんですけども、まあどうしてもメンズはなんかこうコーディネートの幅を広げるってなった時にすごい選択肢が狭いので、まあそういった時にタックインスタイルと T シャツをタックアウトっていうこの2つ2way でまあ楽しめるってところもタックインスタイルのいいところかなと思いますので、まあこれからの夏に向けてすごい必要なスタイルかなと思うので取り入れてみてください。で今日はそのまあタックインのメリットをお話しできればなとは思っております。でまずタックインのメリットとしてかなり落ち着いた印象になるかなっていうところですね。すごいカジュアルなスタイリングも綺麗な印象になるっていうところがタックインスタイルの魅力かなと思います。はい、例えばこのコーデ2つ今載せてるんですけど、タックインとタックアウト、これによって全く印象が違うっていう感じですかね。まあタックアウトの場合はかなり、リラックス感が生まれるかなとは思います。例えばなんですけども、これにカジュアルのデニムと合わせてタックアウトするとどうしてもすごいカジュアルすぎるので、インすることによって少しドレスっぽいイメージになります。このドレスっぽいイメージってまずそもそも何かというお話しすると、制服とかスーツのビジネスシーンのスーツをイメージしていただきたいんですけども、大体制服とかスーツとかって絶対タックインしてると思うんですよ。その要素ってドレス要素って言うんですけども、ちょっとこうスーツとか制服とかって綺麗なイメージになるとは思うんですけど、そういう要素を普段の私服にも取り入れることによってドレスライクだったり少し綺麗めな印象になるかなとは思っております。でこういうビジネススタイルでやっぱタックインっていうのが基本になってくるので、まあそういった点でそれを普通のスタイリングに落とし込むことによって、また普通に T シャツを着るだけではなくてタックインするっていう要素を入れることによって少しカジュアルが綺麗になったりとかするので、まあそういったところで楽しんでいただければなと思います。であとこちらのコーディネートでも挙げてるんですけども、柄物だったり色物がすごい着やすくなりますね。まあなぜかというと、どうしてもやっぱタックインすることによってその柄の面積を少し抑えれることができるんですよ。これセットアップと普通にシンプルに着た場合だと、例えば面積を抑えるっていうことで言うと、これをアウトした場合で着ると、まあ、リラックス感はあるんですけども少しちょっとやんちゃなイメージにはなるかなと感じております。なんですけどもやっぱりジャケットの中にインしてタックインすることによって少し綺麗な印象になりますよね。で実際にこれ脱いだバージョンもあるんですけども、やはりインをするだけでもかなり綺麗な印象にまとまっているかなとは思いますので、こういったスタイリングもすごいタックインの魅力かなとは思います。なので少し派手な色、ビビッドなカラーを使いたいって時は割とこういう感じでタックインした方が子供っぽくならないというか大人っぽい印象にはなりますので、できるだけ少しちょっと色物を着たいだったりとか、この夏色物の T シャツをどう合わせたらいいかって悩んでる方々はスラックスに置き換えてカラーティーを着たりとか、ちょっときれいめなアイテム、例えばシャツ、スラックス、ジャケット、革靴など、こういうちょっとドレスライクなアイテムとカラーティーっていうカジュアルなアイテムを混ぜ込んでみると
タイリングがさらにシンプルがすごいまとまった印象になりますし、綺麗め要素とカジュアル要素を合わせて綺麗めカジュアルみたいな雰囲気も演出できるかなとは思います。はい、で次この中にあるスタイリングなんですけども、白 T に、まあ、ブラックのパンツってすごいシンプルな着こなしだし、本当にただタックインしただけのスタイルなんですけど、これ例えば普通にシンプルなスリムパンツにただタックアウトした T シャツを着るだけだとどうしてもシンプルすぎるというか、まあそういった時にタックインをすることによってスリムのパンツとシンプルな T シャツが本当におしゃれ風に見えるというか、まあこのコーデに関してはキャップとかベルトとかも使ってるので、そんなにこうシンプルすぎないコーデには見えるんですけども、どうしてもこれだけ白 T とスラックスだとシンプルにまとまりすぎるので、まあそういった時にクイーンスタイルで変化をつけて遊んであげることで、まあ着こなしの幅を広げられるなと個人的には思っております。例えばなんですけども、まあ、GU とかユニクロさん、ザラさんとかをうまく取り入れてる人とかって、ああいうシンプルなブランドをどうやって他の方々よりもおしゃれに着こなそうって考えた時に、やっぱりタックインだったりとか袖をまくったりとかパンツの裾をちょっと曲げたりダブルにしたりとかっていう、そういう着こなしの小技みたいなのを取り入れてるっていう感じですかね。着こなしが上手な人はそういうなんかこう細かいところをすごい意識しているかなって個人的には思いましたし、まあ僕も取り入れている一つの技かなとは思うので、シンプルなスタイリングこそやっぱり着こなしをすごいまずは取り入れるっていうことが大切かなとは思います。で、あとなんだろう、個人的にはやっぱりこうタックインスタイルって足が短く見えてしまうっていうパターンもあるんですよ。なんかこうタックインの着こなしで足が短くなってしまうんですけどどうしたらいいですかみたいな。なぜかというと、やっぱり外国人とか日本人の差ってやっぱり元々の足の長さが全然違ってくるので、まあ中にはこうタックインしたいけど足が短くてできませんみたいなお悩みを聞く時もあるんですけども、まあそういった時のまあすごい足が長く見せる方法というか、それをしたからによって足がめちゃくちゃ長く見えるってことはないんですけども、まあ一つのポイントとして押さえておくと、まあこちらのスタイリングのようにまず一つのポイントとしては全体の色味を同色化させるっていうことですね。例えばトップス、ボトムス、ソックス、シューズ、この4つを全部色味を統一してあげると、まあ視覚的効果なんですけど腰の位置がわからなくさせることでメリハリがつかないので足の長さが目につかないので、まあそういったところでこういうコーデのように同色化させて、まあ腰の位置を分かりにくくさせるっていうことが、まあ一つのポイントです。まあそれを踏まえてできることとすれば、まあ確かにこの同色化させるのもいいとは思うんですけど、毎回毎回こういうのも面白くないじゃないですか、コーディネートとして。色物とかを取り入れたい時とかもあるとは思うので。まあそういった点で、できるだけその視覚的効果を使うとすれば、ボトムスとソックスとシューズ、ここの足元の下半身だけ色を整えてあげるだけでも足がすごく長く見せるコツなので、まあそういった点で少し春夏はシンプルなスタイリングが多いと思うので、そういうポイントも踏まえていただければなとは思います。で、あと一つですね、この動画のようにめちゃくちゃ名前はダサいんですけど、僕が名付けたこのバンザーイって、バンザーイってタックインした時にバンザーイってすると、この動画もやってるんですけど、ここに自然にゆとりが生まれるので、本当にスーツとかだとカチカチに多分タックインする仕方がかっこいいかな、ビシッと着る方がかっこいいかなと思うんですけど、まあ私服になるとそれは逆に腰の位置がバレてしまうのでちょっと意識した方がいいかなと思うんですけど、バンザイをしたら自然にゆとりが出るので、まあそういった点でこなれて見えるっていうところが、まあ少しコツかなとは思います。はい、でまあ一応今回こういう感じで 1,2,3,4,5,6 コーデですね、これと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 これっていう感じで、この6コーデもその今日お話ししたコツが書いてあるというか、ポイントを踏み込んであるので、まあ、そこを意識しつつこの春夏はコーディネートも組んでいただければなと思いますし、重ね着した時とかも少しこのポイントは抑えられるところはあるかなとは思います。はい、なかなかお話ししたんですけども、
まあ、これから夏になりスタイリングがより一層シンプルになってくると思うので、こういった着こなしの幅を広げることによってタックインスタイルでもいいんですけど、 T シャツの裾をちょっと曲げてあげたりとか、それをすることによって若干こう T シャツがコンパクトに見えたりして、まあ、スタイルがよく見えるっていうこういう技とかもあったりするので、まあ、そういう着こなしの幅をどん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 広げてあげることによって、やっぱシンプルなスタイリングこそ人よりもよく見せたいっていうところはあると思うので、まあ、そういった小技みたいなのを取り入れていただければより夏のスタイルも楽しめるかなとは思います。はい、すごい長くなったんですが、本日はこういうタックインのポイントについてお話ししてみました。まあ、少し、分かりにくかったところもあったと思いますし、抽象的な部分もあったとは思うんですが、まあ、本当に簡単に言うと、やっぱりこうタックインスタイルっていうものをそもそも楽しんでみるっていうのもすごい挑戦はできるかなとは思うので、そういった点で夏楽しんでいただければなと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。もしこちらの詳しい写真とか見たい場合、インスタグラムウェアの方も上げてますので、そちらで見ていただければなと思います。この動画が良ければいいねとチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございます。